皆さんこんにちは、九州山チャンネルのヒデです。今日は大分県由布市由布院町に来ています。今日登る山は九州百名山の由布岳です。由布岳はその美しい山容から別名豊後富士とも呼ばれています。この由布岳なんですが、山頂付近は東方西方の二座からなり、掃除法の山容をなしています。登山口はですね、主に3箇所あります。西登山口、由布登山口、そして今回登るのが東登山口ということになります。今回のコースはですね、東登山口から東方、そして安部の又江というところを経由して西方、そして火口を一周するお鉢巡りコースを回って、また東登山口へと戻っていきたいと思っています。今日もどんな景色に出会えるのか楽しみです。それではレッツゴー。今日も素晴らしいお天気に恵まれています。この東登山口の方から登るコースですね、最初は汗びの樹林帯になっています。結構この春の季節、新緑が眩しいですね。今回の東登山口からお鉢巡りのコースなんですが、最初は樹林帯、そして、標高を上げるとともに、岩稜帯、鎖場がね少しありまして、で、東方の少し手前、稜線の分岐にひょっこり出ると。で、最初のピークが東方、東方からは360度パノラマをね楽しむことができます。そして一旦またえと言われる安部に出まして、そこから今度、西方に登るわけなんですが、西方に行くまでのところも、数箇所、鎖場がありまして、まあ要注意ポイントということになります。通常はですね、その一般的には東方を目指す方が多いと。そして中級クラスの方になりますと、西方の方に行って、でなおかつ、上級者クラス
なってきますと、今回行きますお鉢巡りという、ちょっと岩場がね連続するコースをお鉢巡りを一周するということになります。お鉢巡りなんですが、まあ通常一周が約1時間ちょっとぐらいでお鉢巡りを楽しむことができます。今の時期ですね、6月入りまして、そうですね、第1週ないし、まあ2週いかないぐらいですかね、それぐらいの間にはお鉢巡りのコース、途中でも、三山霧島のね、群生地、経由していきますので、お花の方も楽しむことができるということになっています。いやでもこの春の季節、新緑がすごいなんか癒されますね。鳥のさえずりもすごい賑やかで気持ちのいい朝を迎えています。ではまた後ほど。標高1065メーターの標識があります、日向五市という、分岐点に到着しました。まあ、東登山口から約35分ぐらいですかね、まあ、最初の休憩ポイントにいいかなという感じです。こちらで副調整としまして、これからいよいよ本格的な登りに入ります。九州はですね、結構これから夏の季節となると高温多湿という気候になってきます。で、最近私がよく、着用しているのはミレーの、アンダーウェアということで、ちょっと編み編みのシャツになってますが、こちらがですね結構、汗を吸って拡散させて、肌触りもね、ベタつきが少なくすごい使いやすいので、最近はなくなんかよく使ってます。もしよかったらね、こちらの方も使ってみてはいかがでしょうか。ちょっと単体で着るのは恥ずかしいと思いますので、まあ、あくまでも、アンダーウェアということでね、着用していただいたらいいかなと思います。はい、日向越しの分岐から約35分ですね、すいません、35分ほどで急登を一登りして、由布岳東方の、下の方にあります、岩場の取り付きまで登ってきました。これからですね、鎖ロープが連続する、岩稜帯の登りということになりますので、ここで休憩してから、登っていきたいと思います。これからですね、暑い季節になってきますが、まあ、これ、まあ、暑い寒いに関わらずですね、年中言えることですが、適度な、ね、休憩を取りながら、歩くのが疲れないポイントかなと思います。まあ、最初の20分ぐらいはですね、体慣れるまで結構心臓がバクバクいってしんどい思いされた方も多いと思いますが、最初体慣れるまで約20分ぐらいで最初の休憩を取って、まあ、息を整えて、衣服調整、まあ、水分補給、その他もろもろやってですね、その後は、まあ、約30分に1回ずつぐらいですね、間隔を空けて、休憩を取ると。これがやっぱり休憩のタイミングがですね、長くなったり短くなったりすると
まあ、体の方がなかなかリズム乗れませんので、やはりまあ定期的に休憩はですね、きつくなくてもまあ30分に1回ずつぐらい取られた方がいいかなと思います。そしてまあ休憩した時にはですね、喉が渇いていなくても必ず、水分補給されるのがいいかと思います。特にね、夏場になると熱中症がね、結構出てきますので、塩飴を舐めたりとか、あとですね、飲む飲み物もスポーツドリンクなどが、体に吸収が早くていいかなと思います。まあどうしてもね、個人差があって、まあ好みと言いますか、スポーツドリンクはちょっと酸っぱかったりね、甘かったりするのでなかなか好まないと言われる方もいらっしゃいますけど、まあ水をお持ちになってですね、そういったアミノ酸とかクエン酸の、粉末をね、時々まあ口に含んで水と一緒に飲むというのもまあありかなと思います。まあどうしてもですね、一度に水分をねたくさん取ると体に蓄えることができずに、どうしてもトイレに行きたくなったりというのはありますので、まあ飲む量はですね、ごくごくっと、まあ二口ぐらい、飲み込まれるぐらいがちょうどいいかなと思います。この後もですね、また、熱中症かからないに注意しながら、休憩入れながら登っていきたいと思います。ついでですが、最近ではですね、歩きながらでも、まあ、途中でね、リュックを下ろして水筒を取ったりなんだりするのはめんどくさいということもありますので、こういうね、リュックの中に水タンクを、入れといてですね、歩きながらでも飲めるようなハイドレーションシステムというのがありますので、こういったのを、まあ、使われるとですね、まあ、歩きながら飲めるので、まあ、わざわざ泊まる必要もないので便利かなと思います。まあ、あったらいいかなレベルですね。
はい、由布岳東峰1580m 登頂しました。今日はなんか真夏日で凄まじい暑さですね。体感温度的には25度ぐらいあるような感じです。もう汗が滴り落ちています。この後ですね、一旦又江という暗部まで降りて、そこから登り返して、由布岳の最高点、西峰の方へ向かいたいと思います。この後もしっかり水分補給しながら登っていきたいと思います。
はい、湯布岳最高点 1583m 西方に登頂しました。ここで一休みしてですね、この後、宮間霧島の群生地回りながら大八巡りを約一周して、また東登山口の方へ降りたいと思います。今日はめちゃくちゃいい天気で真夏日ですね。ただ黄砂の影響か、風景の方は白く霞んで、あまり遠くの方はよく見えない状況ですね。この後も引き続き、動画ご覧ください。
スタート地点の由布岳東登山口へ戻ってまいりました。今回の動画いかがだったでしょうか。よかったよと言っていただける方はグッドボタンお願いします。そしてですね、今後も、九州の山四季折々に素敵なところを、動画アップしていきたいと思いますので、見逃さないためには登録ボタンの方もよろしくお願いいたします。今回登りました東登山口からのコースもいいんですが、秋などはですね、正面登山口、由布登山口の方から、紅葉に包まれた、山麓の森の中を抜けて登頂するパターンもいいかもしれないですね。そしてですね、この由布岳山麓には、有名な由布院温泉もありますので、帰りに立ち寄り湯でもして帰るとなお登山の疲れが軽減されていいかもしれませんね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。